米山中学校で何とか相撲部できないかと、この相撲協会の人たちが無理やり無理やり校長室で土下座して、ほんでいや部にするのはいろんな教育委員会や予算の審議などは非常に面倒だから、まあ臨時の同好会的なもので、なんとかじゃ成立させようと、あの名物の金田先生、千葉和彦先生が、もう登米の有名なあの名物先生なんですよ。で、その先生が誰も顧問もいないから、校長先生自ら顧問をして、で、東北大会ずーっとあの車でね、移動するようなところを校長先生が乗せて歩いたと。その時の選手が時津風部屋入門してるんですよ。それでまあ活躍していっていく途中で、もう怪我をしてもう無理ですということで今年引退していってるんですけど、そこいらへんから時津風部屋にはすんごくこうお付き合いがあったということが分かってきたのが今の後藤の現状。どうこの米山町に土俵あるんですか？それぐらいですね、皆さんにご紹介しているんですけども、立派な土俵があります。ここにこうやって時津風部屋が来て練習するぐらい、きちんとした本物の土俵です。はい、で、そこで、昨日だな、今日月曜ですかね、昨日の午前中は宮城県内の小中学生が集まり、あ、これね、27度。丸山、相撲大会というものが行われまして、ここでね、出会ったやつがまたすごいやついました。中学2年生の佐藤明穂くんという選手は、なんと小学校卒業したらすぐに千葉県柏にあります元力士の親方が全国から中学生をね、預かって家に住み込ませて、それで相撲留学を受け付けている、唯一日本でそこだけっていう、相撲のね、中学生が共同生活する道場があるんですよ。そこにね、気仙沼小学校からもうすぐに中学校で留学してます。あれ、兄弟？そう。ね、前から聞いてるんで。そんで、今6年生の住人くんが、ね、今6年生で宮城県チャンピオンになってますけども、来年中学校は千葉に行くと、お兄ちゃんの後を追っかけるって言っている、その憧れのお兄ちゃんにね、俺ずっと会いたいって言ってたんですよ。そしたら昨日やっとこの中学生大会もありますし、ちょうどその千葉の道場が夏休みで里帰りさせてくれてるから、29日、明日まで、今日28なので、明日までね、宮城県に里帰りしてきている、その夏休み中にこの27日、大会出ちゃうって話なんですよ。で、ここでですね、なんとまたすんごいスーパードラマが見つかりまして、これもね、私の今後のネタに採用させていただき、承諾もらったんですけど、この秋穂お兄ちゃんが中二ですけど、小学校6年生の時にライバルだったクリンミーコウキっていうハーフのすごい選手がいるんですよ。で、このハーフと聞いて皆さんピンときた方もいるかもしれませんが、相撲の業界、今外国人力士すごい強いですよね。モンゴルですとか、それから、バルト三国、エストニアの方からね、バルトなんですけどもね、大関になりましたけど、要するに体格差が有利なんですね。ヨーロッパ人とかモンゴル人。そんで、このね、クリンミーコウキ君、クリンミーコウキ君は、クリンミーコウキ君は、お父さんがタイ人。で、元、世界チャンピオンのプロボクサーです。そしてお母さんが、総合格闘技女子選手、これまた世界チャンピオンだったお母さんです。で、この2人が結婚をして、宮城県大河原町に住んでいるんですけども、そこで生まれたのがクリンミー君、今中学校2年生で180センチ130キロです。でかくないですかって言うの。ここがもう中学校2年生で、私よりこんなでかいんですよ。で、130キロですよ。つまり、南北っても太れない子がほとんどなんですよ。そのね、お母さんも格闘家、お父さんも格闘家、そして生まれた、もう、小学生時代に、先ほどのね、千葉の道場に行ったというやつと、20回相撲を取って、
勝負をね、決闘を挑んでた2人だそうです。気仙沼の秋穂くんと大河原、だから6年生時代に一緒だったやつが今中2になってるんですよ。で、片や千葉の道場に行った。で、片やお父さんお母さんのところが、もう要するにね、格闘一家ですから、外に出すより家にいたって強いこと教えられるじゃないですか。お父さんお母さん両方とも世界チャンピオンですよ。それってお父さんタイで、お母さん日本。お母さん日本。そしてお母さんだから大河原。そうなんです。あ、ということで、これもあのタイのお父さんの実家の方の親戚もプロボクサーだらけだそうです、こういうのってね、あの頭とタイ、スポーツは遺伝ですよ皆さん。これ前回のこのプレミアチャンネルでも言いましたけどもね、 90% 遺伝だと思います。まあね、ということで、まあこの格闘一家のタイの家系、それから日本のママの家系をバッチリ引き継いで恵まれた体格、そこで相撲を選んだ。そこで相撲を選んでいるのがやっぱりセンスのいいところだと思いますね。だって国技ですよ。それから、例えばプロボクサーって言われる人でも、ね、クリミー選手って言われてわからないですよね。世界チャンピオン、あ、そうね、わからないですよね。つまり、あのよっぽどな、ね、スポンサーつかない限り食っていけないってことなんです。あ、世界チャンピオンでさ え、よっぽどな話題性のある人だけがテレビで放送されて、他の世界チャンピオンはね、わからないっていうのが現状なんです。で、お母さんも女子の総合格闘技選手です、総合格闘技ってパンチ、キック、寝技、何でもできる女ですよ。つまりね、あの世界最強の女と言ってもいいと思います。いろんな、種目別に、例えばレスリング、柔道、ボクシング、いろんな女子の世界チャンピオンいますけど、全部ミックスした総合格闘技の女子チャンピオン、これもね、皆さんになかなか目に触れることがない格闘技の世界なんですよ。その二人がね、相撲やれっつってるのはなぜですかと。だって日本人が相撲を応援してくれるじゃないですか。ボクシングよりもよっぽどテレビに露出するじゃないですか。今の時流行ってまさにそうでしょ、ね、重量に入ったぐらいでこれだけテレビで放送してくれるんですよ。世界チャンピオンになるボクシングよりも報道してくれるじゃないですか。馴染みがいいということですよ。で、もう一個言うと、賞金つうものが全てなんです、プロボクサー、ね、賞金以外にはスポンサーさんが多少の食事の世話ぐらいしてくれるでしょうけど、アルバイトしながら訓練してるんですよ。で、それに引き換え、相撲っていうのはお給料制です。これは相撲協会さんが部屋ごとにお金を分配する仕組みになっていて、幕下までは給料ゼロという厳しい制度になっているんですけど、重量に上がった途端月給85万円です。で、毎月もらえば1000万になるじゃないですか。つまりプロ選手はボクシングや格闘技やってても生活の保障がないんですけど、相撲っていうのは重量から給料がもらえて、横綱までだんだん給料アップしていくんですけど、横綱でね、月収200万だそうです。なので85万円のね、重量の駆け出しの部分は破格の給料だと思いますよね、月収85万円で。まあそれでも今3年5年みんな無給で、その序の口、序二段、幕下と耐えてきて、重量になってれば給料がもらえると。でもご飯出るしね。ご飯は食べれるし給料も出るし、それから、あとはあれです、懸賞がかかるって言い方しますよね。だからそのお給料以外の収入ね、相撲のここで、永谷園の幕も取られた、あ、今日すごい懸賞ついてるなみたいなやつ、あれは勝った人が取っ払いです ね、 そ, うですね。そんな制度あり、さらに、それぞれの、九州、大阪、名古屋、東京、いろんな場所ごとに地域地域にね、谷町さんという、スポンサーの皆さんがもてなしてくれて、多分ね、お小遣いなんかもね、援助してくれるんだと思います。で、そんなことプロボクサーしてもらえないんですよ。